皆さんこんにちは、こんばんは、DC の長澤です。こんにちは。ということで今日もやってまいりました、はい、動画のお時間ですけども、はい、今日はなんとなんかよくわかんないロシア人の話。ロシア人の話、はい、何ですか。立川君解説していただけます、はい、よろしくお願いします。はい、はい、みんな、うん、司会進行の立駒です。はい、はい、先生、うん、何やら、うん、巷で、うん、フェルデンクライス法なるものが肩こりに効くとのことらしいですよ。ね、うん、なんかあれでしょ、なんでも、うん、ロシアのモシェ・フェルデンクライスなる方が考案された運動方法らしいです、うん、そうそうそう。なんでも、うん、普段しない動きを反復することで、うん、脳に新しい信号を送り、うんうん、脳の神経の流れを正常化することで、うん、ここの症状を改善する問い事みたいですが、これって先生が常々言われる回路の考え方と似てませんか？もう全部あなた今日全部言っちゃった。これで終わってよくない？これ今日ほとんど予備知識的に僕が思ってるのとほぼ一緒だよ。でも、あの、なんかね、あの、いつのあれか知らないけど、なんだっけ、夜更かし？月曜から、うん、はいはい、の番組で何かやってたらしくって、うんうん、でまあ、劇的に治るという巷でね、はい、言われてると。で、まあ、ちょっと僕も気になったんでいろいろ調べたら、うん、そのな、あのモシェ・フェルデンクラインっていう方がね、うん、はい、まあ、その自身のいろんなこう不具合というかそういうのもあって、まあ、自身で考案されたという話 で基本的にはもう全部立ち込まれたんだけど、はい、まあ、脳と筋肉はつながってますと。でその脳に、正常なその情報を行き渡らせれば症状は改善するよと。でここで言われているのはその普段あんまり使わない筋肉を、もしくは そういう使い方をしない筋肉を違う使い方をさせたりとかいうことで、脳に、まあ、今普段行かないような信号を渡らせることによって、まあ、ある意味脳を活性化させるというか、でそこからあの、まあ、正しい信号を送れるようにしてあげるという考え方ですよ。だからこの運動はね、一般的にあの見ると非常に特殊な動きをさせるっていうか、得意な動きをさせると、まあ、どの動画を見ても、うん、だからあんまり普通じゃやらない動きをするという形ですよ。で僕はねこれね、いや、まあ、別にいいんじゃんと思ったよ。で、立ち込みはさすがに普段僕の話を聞いてるだけだとよく分かってる。あの回路もそういうとこなんだよね、はい、回路も基本的な骨がこうずれちゃいました。で、まあ、ずれて、でその神経の行き来が正常に行われてませんと、はい、でそれを骨をバッと解放することによって、その神経のねやり取りをこう正常に流れるようにすることで、まあ、正常の情報脳に行く、正常の情報が脳から降りてくるっていう、この、ね、双方向のやり取りをちゃんと改善するっていうのは、まあ、そもそもカイロプラクティックの中には含まれてるん でこれを、その骨を治すっていうアプローチか、まあ、自発的にやるっていうアプローチかの違いなのよ。はいはい、うん、で僕は金がね、いろんなスポーツやってても、いろん例えば水泳であってもいろんなスポーツやった方がいいよっていう言うわけ、常に。でこれは何かって、まさにそこなのよ、うん、だから筋肉、同じことをやると同じ筋肉しか使わないでしょうと。で違う運動をやることによって違う筋肉が発達することによって、その基礎を、その底辺をこう何底上げするとか、はい、いうことでもう思わぬ効果が出てくる時があるから、うん、でそれは回路にに限らずね、いろんなことをやった方がいいっていう中の一つの方法論っていうか、別にあのすごいこれが特殊な方法っていうわけじゃなくて、あの普段の人たちも、まあ、例えばデスクワークだったらね、一日に使う筋肉の量と、その何時間とか使い方って決まってるじゃん。そうですね、だからそれを打ち破るために運動しましょうってなるわけよ。でも運動が結局同じ運動を延々するんだったら、それもまた意味がないじゃんって。でそうするとやっぱりいろんな運動した方がいいよねという形になってくるわけ、はい、でその中に、まあ、骨を治すなんていう項目はほぼないから、うん、だから、まあ、ある一定の範囲で、まあ、なんだろう、あのメンテナンスも含めてね、まあ、回路に来るとか、はい、で回路に来て、その神経のやり取りを正常化した上でいろんな動きをして、今までこうやり取りがなかったようなエリアとか、やり取りがなかったこう動き方を、この音をやり取りすることで症状の低下を目指すと、はい、だからこれはまあ互いにいろんなことをやり合うことによって、まあ相乗効果がかなり高いんじゃないかなというふうに思う。ただね、いろんなああいう動きをやったところで基本となる骨格がずれたら一緒、結果は。
何かやっぱり間違った情報が行くし、間違った情報が降りてくるか ら, だからあれをやったら治るっていう、なんか治る人もいていいよ全然、うん、ただ骨のズレがひどい場合は多分悪くなる、動かした時点で痛いかも分からない、ね、そうそうそう、でもそもそもそこに動かないとか、うん、でも動かないけど無理して動かしたとかね、いうことになりかねないんで、まあ僕は基本的に動きを完成させるには先にこう骨格を直して、何可動域をね、本来持ってる可動域を完成させてからあらゆる動きを運動もした方がいいよという感じです。でもね、じゃあ結局ね、まあ動画見たけど非常に得意な動きよ、まあ肌から見たら恥ずかしい感じ、うん、こんな感じだった、うん、もう大げさにして、そうそうそう、だけどまあ別にリングフィットでいいんでしょ、あれは出たあれはリングフィットで十分だよ。リングフィット全種類やったら OK だよ。先生はリングフィットですか？あ、いや、始めました。非常にいい。あ、本当ですか？自分でやってみて、よりあれの凄さを体感した。あれは本当にすごい。じゃああれですか、今の話のように、先生が普段するトレーニング以外のことも。あ、できた。うん、だって普段する運動なんて僕本当3種類ぐらいしかやってないもんね。腹筋ローラーとスクワットと背筋の筋肉、あのゴムバンド使って引っ張るやつだけだから、はいはい、こうやってギャーってね、はい、うん、まあ、ただこれらはまあ姿勢に関してはいいけど、リングフィットはやっぱり全然違うね、うん、あれはやっぱすごいね、素晴らしいね、うん、あれは本当によくできてるよ、うん、だからやっぱあれぐらいでいいと思うよ、うん、ジム行ったってんな、ね、あ、そうですね、だからそんなエアロビ的なものがいいよねって話、うん、なんかだってエアロビの動きだって大概みんなしないじゃん、しないです、ね、うん、ああいうことって話、うん、それをすんごく極端にしたのが今回の話、うん、今回のロシアの人が、まあ、考案者と言われるやつ、はいはい、うん、ただ、うん、まあ、これだ単体でいけるかってそういうわけじゃないからね、うんうん、まあそうですね、だからテレワークとかデスクワークで、そうそうそう、だから動かす領域も時間も減ってるから、うん、もっといろんなこと、もっといろんな動き、もっといろんなその使い方をしてくださいねって端的に言うとね、でそれがまあもっともらしく言えば、うん、脳とつながってて、で情報のやり取りがより活発になり、はい、使ってなかったところの情報のやり取りも始まり、はい、まあ、より健康的になんじゃんっていう、そういう話だね、はい、うん、ということですよ。先生的にはアプローチは違うけど、うんうん、考え方の根幹が似てるとのことですね。そう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 。やはり日頃からしない運動をすることで、うん、脳にさまざま刺激を与えることが大切ですね。まあその通りだね。それしかない。だいぶ賢くなった。賢いよ。うん、まあ大体僕が最後にいろんなこと、最初にいろんなことを教えてんだけどね。まだまだですこの子は。あ、そうですか。うん、だいぶ賢いな。そうそう。さて、うん、皆さん最後にガチコマからのお願いです。はい、チャンネル登録は皆さんの判断にお任せしますので、うん、もう一本動画を見ていただけたらガチコマ的にすごく嬉しいです。ということなんで皆さん、よろしくお願いします。ね、ということで皆さんなんか動画一本見てください。はい。鬼滅が人気でした。確かに鬼滅が人気だったん で, で、ね、マスクも人気だった。あ、そうです、うん、ということで今日ここまでです。ありがとうございます。